徳山協定場徳山ボートレース場は山口県周南市にあるボートレース場である。市場例における正式名称は周南市徳山モーターボート競争場。通称はボートレース徳山。周南市の南部、宿く島への入り口にあるボートレース場。瀬戸内海に面し、笠戸湾の奥深くに位置している。競争水面は海で、水質は海水。 大会山のふもとに位置し、風の影響を受けやすい。大村協定場に次いで、インコースの勝率が非常に高いことで有名。施行者は、周南市で、周南市徳山モーターボート競争事業として、地方公営企業法の財務規定等が適用されている。旧、徳山市が戦後復興の財源確保のために誘致したものであるが、 講師でも誘致の動きがあった経緯もあり、1966年から2004年までの間、講師が試行者に加わっていたことがある。設備としては対岸の大型映像装置がない。これは江戸川協定場と本場の2番のみ。また、イベントなどのメインで使われるのは東スタンドである。現在のマスコットはスナメリのスナッチで、それにちなんで、 スナッチカップが行われている。過去には、フグをモチーフとしたものを用いていた。2011年12月10日、外交発売所を、スナッチャ、徳山都市リニューアル。年間最大360日、最大4馬の発売を行う。1967年に建てられた中央スタンドは2015年10月以降建て替えられ、2017年10月に改めてオープンした。 中央スタンドの建て替えに伴い、1980年に建てられた東スタンドは2017年8月の開催で休館となった。1999年には西スタンドが建てられた。2018年度は売上高が602億6300万円、純利益は30億2700万円に達して過去最高を記録した。周年記念競争として、 徳山クラウン争奪戦が企業杯として大塚添いジョイカップが行われている。女子リーグ戦の名称は九州スポーツ杯、新栄リーグ戦の名称はスポーツ日本杯。1988年に現在のグレード制に移行して以降、SG は本場では開催されたことがなかったが、2018年に SG レースとしては初めて、 SG 格のレースとしては、第2回全日本選手権競争以来64年ぶりとなる第28回グランドチャンピオン決定戦競争が開催され、地元出身の白井英二が優勝した。一方で、現在のプレミアム GI に該当するヤングダービー競争、レディースチャンピオンシップ、マスターズチャンピオン、クイーンズクライマックスはいずれも開催実績がある。 この他一般戦として、正月に、ヤブ、山口朝日放送配送脱線競争、ゴールデンウィークに、トライアングルカップ、お盆に、黒髪配送脱線競争が行われている。モーニングレース、グッドモーニング徳山を開催している。モーニングレースの開催は、サンライズレースを実施している、アシア協定場についで2例目。この期間中は、 様々な特色ある番組が予定されている。なお、当初は2011年2月9日より3月9日までの4節限定だったが、好評だったことから継続が確定した。唐津でも2011年4月から、朝時からが始まったため、9月までは毎日サンバのいずれかで早朝レースが楽しめることになる。ありがとうございます。